多彩な蹴りで相手を KO したというのが A バスポーツジム30歳の森田。前蹴り左フック、だからここでパンチですね。畳みかけられるか、膝左フック、効いたそのまま後ろ、糸が切れたマリオネットのように最後は後方へ倒れていきました。アリアンモハマディ最後はパンチ、気持ちごと投げ倒したって感じですね、はい、どっちかというとスタミナがだいぶ切れてきたって感じですからね。いや石川さん、これは森田にとっては、はい、またパンチで一つ KO を見せられたというのは大きいですね、うん、そうですね、はい、こういうね蹴りたい蹴りで 1,2 ラウンド目を戦って、そこで、ね、だんだん自分がペース取って削り取っていって、はい、最後こういう風に突きで倒したって、うんいや、ゆうと選手も思わず、うん、簡単の声が上がってますね。もう調子使っていいよって思うんですけど、すごいな。いや、逆に翔也選手が削られてきてますからね。はい、少し追い足が落ちたような感じもあります、はい、左ハイキック、これが怖い、そこに右ストレートねじ込んだ、これですよ、これがあるから、そう最後の最後、どうだ倒しました翔也、打ち合いを選んだ歩夢、もう残り時間がありません、ここで試合終了のゴングです。翔也選手身についてる勝負強さですよね、ここはね、逃げ切らないですよ、これやっちゃうとお互いが、お互いが、この組合の中でも松谷選手、これって掴んでの膝じゃないですもんね、はい、じゃないですね、すごいどんどん使っていった方がいいと思いますね。接近戦、こうしたごちゃごちゃとした、あ、ちょっと今削られましたね、佐野選手はやっと、うん、この試合で初めて佐野選手がああいう顔見ましたね。膝少し肝の表情を浮かべました、佐野連打ダウンを奪いました。いや、これぞスタンディングダウンっていう、はい、ラッシュでしたね、ちょっと気持ちが、うん、そうですね、気持ちですね、多分スタミナが、はい、あの上がってきちゃったからこそ、気持ちが切れたのかなって気がしますね、佐野選手、やっぱり長身の選手がああやって、うん、押され続けると疲れますよね、すごい、はい、冷たい、今冷たい、見合ってはいけない、脇腹が赤いですよね、もうね、そうですね、痛いんですよ、左の脇腹かなり赤く跳ね上がっています、左のフック、うん、これですね、いや、おっしゃっていた通りパンチにつなげてきました、はい、3ラウンド蹴りで餌を巻いておいて最後は左のフック、あー、ユースキー選手完敗ですね、無数の引き出しを見せました、はい、第3ラウンド奥の手、最後は左のフックです、完全に火を消されましたね、ユースケ選手は、はい、自分のね、ユースケらしさが一個も見れなかったぐらい、そのぐらい竹内選手が横綱相撲でしたね、はい、怖いものなしということですが、少し、うん、この倉田のパンチに面食らったかもしれません、本当にこの、倉田選手との、ね、戦いでどういう風な試合になってきた、危ない、危ない、た、うん、これですね、これですね、うん、これパンチ連打、崩れ落ちた前の目にダウンです、ダウンです、ダウンです、2023年壊し納め、オープニングファイトからまさにバチバチ、ここでどういう風にできるかですね、リュウ選手が先にダウンを奪ったのは倉田、ここは逃さないはず、赤いグローブ、倉田はダウンを奪っています、まだダメージ、ユト選手残ってますか、いや絶対残ってますね、危ない、確かに第1ラウンド最初の勢いはない、ふらついた、ふらついた、手が出ないか、止めてもいいから、止めた方がいいですね、ミドルキックから左右のパンチ、右ストレート打ち返すことができない、ユト選手下蹴りたい、そうですね、下行くと落ち着いてます、キックに対して右のストレート、相当ダメージも蓄積しているはずです、劉翔選手本当気が強いですよ、本当に、ね、意識ないかもしれないぐらいのとこでももう本当にね、闘争本能は全然落ちてないですからね、先ほどマット叩きつけました、劉翔まだ戦えると、そこから右、止めました、タオル投入、もう脳がずっと揺れてる状態ですからね、うん、気持ちの強さ、それを技術とパワーでへし折りました倉田英希、あー、劉翔は今悔しいですね、悔し泣き、倉田英希の DKO 勝ち。
強して K-1 王者を今目指しているという状況です。奥足にローを蹴っていく龍騎、左ストレートには右の今スマッシュ気味のパンチです。島外からの右のフックがふらついたり、左ストレートうつぶせ、すげえ抜群のタイミングでしたね。しっかり体を右に倒しながら、はい、はい、肩から出るパンチで全体重乗ってましたね。左ストレート一戦でした。カウンターでしたね。そして志向に礼をしました龍騎、まあ、本人も体重オーバーがっていうところで今の礼をしたようにも見られましたね。ただ圧巻の KO 撃でした。もう最後は島ピクリとも動くことができませんでした。石川さん、これまだどちらもペースを握っているという感じではないですか。そうですね、まだですね、はい、左ストレート、まあ、ただ流れとしては、竹山選手の方が自分からどんどん攻めていきながら倒しに行く場面を作っていく。はい、右のハイキック、ガードの上か、ガードの上でしたね。ダイブを奪いました竹山。どんどん、ね、竹山選手がアグレッシブに攻めていく姿勢がいいなと思ってたんですけど、はい、逆に両選手はね、そこの動きをしっかり見ながら返す、もしくはカウンター合わせるっていう戦略かなと思ってたところですね、はい、残り10秒を切っています。この策、左のジャブを伸ばす滝山、赤いグローブワンツーから入っていく、そして右のハイ、うん、竹山選手がその右の今の膝もいいし、右の蹴りのバリエーションがいいですね。見せ方のバリエーションが、はい、この感じでも顔面へのハイキック、今度はボロに食らいましたよ、ね、立ち上がれないか、下を向いたまま、レフェリーが手を交差しました。見事な右のハイキック見事でしたね。右の膝も見せたし、ミドルも見せたし、いやハイキックの右の蹴りの軌道がいくつもあったんですよね。はい、はい、石川さん、これまで手を勝ちないのが不思議なぐらいの蹴りでしたね。そうですね、これで完全に竹山選手右の蹴り、右のハイキックの磨き、これでかかりますよね、はい、